と梅川さんとしてはそのいわゆるグランプリ大きなところ走ってその後というか今年のそのまあ、タイトル戦というかコレクションに向けてというのはどういう、こう意識を持って来てるんですか？まあ、グランプリが非常にいい経験になったので、うん、まあ、その経験をコレクションで生かしたいなって思いました、ね。はい、グランプリはもちろんその悔しい思いというかそのこっちが強かったのかなと思いますけど、そうですね、自分の力を出し切れてなかったので、うん、大きい舞台でしっかり自分の力を出すということは意識したいと思います、うん。はい、それが本当にまずこの大勝ちのコレクションでどれぐらい出せるかというのは、そうですね、うん、まあ、メンバーはよほどすごいことになってますけど、うん、そうですね、まあ、誰がどうっていう感じでも、もうないぐらいみんな尊敬できるぐらい強いんで、うん、はい、まあ、でもこの中でもやっぱり全然挑戦者レベルなんで私は、うん、あまり気負うこともないです、ね。あとはそのそこそ今どれだけ戦えるかを把握することも大事なのかなって。そうですね、まあ、どれだけ戦えるっていうよりかは、まあ、どうやってやっつけるかぐらいな感じですかね。そこを本当にどこまで残れるかっていう、まあ、感じですかね。本当にそこそ去年より本当に今年しっかりどれだけ結果もつなげていけるか求められてもいいでしょうし、そうですね、まあ、あのお客さんの期待っていうのも感じるので、はい、結果は残したい気持ちもあるので、はい、まあ、走りのない走りをしたいと思います。もちろんその近況の走りでいくとしっかり準備もできて、まあ、でもこういうのは全く別だと思うんで、うん、まあ、いつものタイミングの取り方とかそういうのは全く関係ないので、うん、はい、これはこれっていう感じで走るべきかなと思ってます。ちょっとより集中力高めて、はい、勝負楽しみでしょう。頑張ります。ありがとうございました。